おはようございます。とどろきです。もう正直おはようございますっていう時間じゃないんですけど、今日はこれから出かけるのでメイクをしていきたいと思います。とりあえず朝シャンをしていきたいと思います。前髪伸びたな、すごい。でもショートヘアだと、なんかこうバスンっていけない。怖くて。この一段が命取りになりそうで。じゃあ行ってきまーす。お風呂に移動してきました。まずはシャンプーをしていきます。眠いです。でもマジで髪の毛が短くなってから朝シャンめっちゃするようになった。なんか早く乾くし、結局ヘアセットするときに一回濡らしちゃった方が楽だから、どうせだったらシャンプーしようかなみたいな感じで、マジショートにしてから本当に楽になった人生。使うのはこちら、ボタニストボタニカルシャンプー、ボタニカルトリートメント。こちら5種類あるんですけど、スムースというものを使わせていただきます。じゃあまずはね、シャンプー、こちらがアップルとローズの香りです。え、みんな私の好きな香り知ってますか？アップルとローズなんですよ。ローズの香りって結構好き嫌い分かれたりとかってすると思うんですけど、これはねアップルがいい具合に中和してくれてて、本当に好きな人が多い香りだと思います。なんか香りがいいシャンプー使うとその日の気分がガンって上がるし、女子力上がった感じになるから、私はすごくおすすめ。これなんか本当に美容室で使ってるいいトリートメントみたいな香りがする。私シャンプーするときにセルフヘッドスパみたいな、すごい感じだった。セルフヘッドスパみたいなのするんですけど、なんか美容室でさ、こう美容師さんがやってくれるこういうやつあるじゃないですか。こう揉み上げて揉み上げて、これを自分なりに気持ちいい感じでやるんですけど、やりやすくなった。短いから、まあショートだからこそ大変なこともいっぱいあるんですけど、私はショートにして今のところ良かったって思ってます。待ってね、泡立ちすごくない？見て、泡立ちがすごいんですよ、これ。ほら。わあ、やばい。タオルが。こちらのボタニカルトリートメント使います。トリートメント使う量マジで減った。そうね、ショートのいいところ、シャンプーとトリートメントの消費量はかなり少なくなったかも。さっきのシャンプーがグリーンアップルとローズの香りで、トリートメントはアップルとベリーの香りです。シャンプーの方がちょっと爽やかな感じで、こっちはフルーティーで上品な感じ。本当にフルーツ。どっちもすごいいい匂いです。このトリートメントした瞬間から指通りがすごいんですよね。ちょっと短いから分かりにくいかもしれないんですけど、この突っかかりがない感じ。いい感じです。じゃあまた後で。髪の毛を乾かしていきます。ちょっと前髪だけ。手ぐしで方向だけ整えて、でもうバーって乾かしちゃいます。え、ぶっちゃけショートの私とロングの私ってどっちが好きだったとかってありますか？私はすごく両方気に入っているんですけど、なんかぶっちゃけこっちみたいな、あ、なんかこっち嫌いじゃなくてこっち好きって言ってほしい。まだ一回も櫛は通してなくて、本当に手ぐしでバーってやっただけなんですけど、こんな感じでツヤっとまとまりました。ショートだと結構根元から立ち上げて乾かさないと、この丸み、特に私ここがね絶壁なので、こうガーってやんないと丸みがなかなか出ないんですけど、そういう乾かし方をしてもちゃんとまとまってくれるし、指通りもめっちゃいいです。人生初今回ショートにして、まあ、ショートだからこそ似合うメイクとかも多分あると思うので、いろいろ挑戦していきたいんですけど、今日はこの後ダンスに行くので、ちょっと大人っぽいというか強そうな感じのメイクにしていきたいと思います。ショートにしてからもういいことずくめなんですけど、まあ大変なこともあって、ロングの時はここら辺にさ髪の毛がいっぱいあったから、多少正直手入れを怠ったりしても、まあ、ここが綺麗だったらごまかせたんですけど、あと傷んだら先っちょとかは切ればいいしって思ってたんですけど、単発だとそれができないから、より一層髪の毛繊細に扱っていかないといけないし、
ケアとかもすごく大事だなって思う。本当にこの辺がさ、傷んじゃったら切る毛がないじゃないですか。この辺に枝毛できちゃったりとかしてもちょこちょこっと切るしかないからさ、本当に傷ませないように必死。しかもブリーチもしてるからさ、どうしよっかな、メイク。本当にかっこよくしたいんだけど、なんかショートにしてからすごいかっこよくしたい。最近かっこよくなりたい欲がすごい。前まではかわいい服とかかわいいメイクとかそういうのにハマってたけど、最近かっこいいにも目覚めた。いろいろと幅が利くから楽しい。なんかショートにしたら可愛い服とかあんまし似合わなくなるのかなとか思ってたけど、カチューシャとかヘアクセつけたりとかすれば全然そんなことないし、かっこいい方にも振り切れるし、ダンスとかもね、こう頭ブンって振ったりとかするじゃないですか。その時に長いと結構初心者だから、私だからこう振った時にうまくこうなびかないみたいなあったんですけど、だからポニーテールにしてたりとかね、してこうくるんって回るようにとかしてたんですけど、単発で、しかもなんか今ハイトーンだから、ハイトーンに見えないか、でもハイトーンなんですけど、なんかそれだけでちょっと雰囲気出るし、こうブンって踏ん回した時にくるんって髪の毛が綺麗になびく、なびくっていうか、なんて言うんだろうな、なんかまとまりがすごいいい感じになるのがねお気に入りです。オレンジのシャドウをバーッと塗って、いつも通り仕上げた後に黒っぽい色とかを足していこうかなと思います。ちょっと黒のアイシャドウとか使ってみようかな。いけるかな。すごいことになっちゃった。どうしようどうしようどうしよう、どうやってぼかすのこれ、黒はどうやってぼかしたらいいの。ここぼかしたいんだけど、なんか黒ぼかすとどっか行っちゃう。目尻の方だけに入れていきます。うわ、これむずいわ。初めて使った人生で。あ、でもいいんじゃない。どうよ、これ写真撮るときとかにすごい良さそう、黒のアイシャドウ。いつも濃いやつって言っても茶色しか使わないからちょっと新鮮で、今日裸眼で行きます。ダンス行くだけだから、ダンスしてるときにねカラコンしちゃうと結構痛くなっちゃうんだよね。私なんでだろう。どう、きつめにしてみました。リップこれどうかな、濃すぎ、なんかちょっとピンクっぽいなこれ。いや、私の唇がピンクすぎんのかこれ、腫れてんのか、マキシマイザーでこれなんかすごい、もうちょい濃くてもいいかも。うん、このくらいいってもいい。ショートにしたからちょっと前髪が迷子、短くするか迷ってる。でも短くしたら本当にイモイモイモって感じになっちゃいそう。私顔がさ本当になんか全部のパーツがちっちゃくてイモって感じがすぐに出るから、髪の毛とかもちょっとケアを怠ったりとかしてパサパサパサってなると、もうなんかなんだろうな、普段がすごい上品ってわけじゃないけど、なんか上品さが失われるっていうか、すぐねそういう風に見えるのが悩みなんですけど、だからヘアケアは結構ね普段から頑張ってるかも。ちょっと軽くカーブつけるくらいにしよう。今日はいろいろと模索してます。こうくるんってしてみる日もあったりとか、ちょびっとにしてみる日もあったりとか、何もかけずにカーラーだけで丸みをつける
しまったりとか。ショートに一番似合うのは何かっていうのを模索してる最中です。で、後ろの髪の毛はちょっと毛先にカールをつける感じで整えていくのと、あと表面ちょっと落ち着けていってます。いつもドライヤーの時結構バー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 ってやって乾かすので、表面だけ薄く取って、ここのツヤをさらに綺麗に見えるようにしたりとか、あとは後頭部丸みをつける、この辺をこう立ち上げて手逃がしてっていうのを繰り返して、後頭部の絶壁を隠してます。やっぱ乾かした段階で結構まとまっててツヤっとしてるので、セットもねしやすい。どうしよう、なんかもうちょいメイク足してもいいかな。ちょっと薄い感じしません？気のせいか。ちょっといつもよりも大人っぽく、カラコンもなしでショートの大人っぽさが生かされるようなメイクにしてみました。で、服装はちょっとこんな感じの、めっちゃ猫の毛ついてるんですけど、で、服は今日ダンス教室なので、いつかダンスの動画とかできたいなって思ってた、韓国のアイドルさんがよく着てるみたいな感じの服を着ました。まだちょっとお腹の肉が消しきってないので、まあ出した方がねなくなるっていう説を信じて、最近はこの辺をちょっと出してみたりとかしてます。下はこれチューブトップなので見えてもいいやつです。はい、というわけで今日はちょっといつもと違うダンスに行く時のゲットレディウィズミー的なことをやってみました。どうでしたでしょうか。こんな感じです。今日の冒頭で使っていたのがこちらのボタニストボタニカルシャンプーとトリートメントです。5種類のうちのスムースというものを使わせていただきました。まあ、ボタニストすごく有名なのですごく知ってる人も多いかと思うんですが、累計販売本数1億本ということでめちゃめちゃ売れてるらしいんですが、そのボタニストの定番アイテム、こちらがフルリニューアルしたらしいです。環境に配慮してボトル容器がバイオマスっていうものに変更したらしいです。ここにバイオマスって書いてあるんですが、バイオマスっていうのは私知らなかったんですけど、再利用が可能なもの、環境に優しいボトルになったということみたいですね。 SDGs とかサテシナブルとかっていう、世界で環境を守っていくためにやっていきましょうねみたいな約束事みたいのがあるんですけど、そういう時代の動きに合わせて環境に配慮して作られた容器っていうことらしいです。まあ、私さっきお見せしたと思うんですが、この指通りっていうのがすごくいいっていうのが特徴なので、ボタニスト史上最高のこの指通りを皆様にも体験していただきたいなと思います。定番のラインナップが5種類あるんですが、今回はスムースっていう指通りが良くてサラサラっとした仕上がりのものを使わせていただきました。公式サイトでね、こんな感じで自分の用途に合わせて選べる表とかもあるので、スムースがこれですね。この中から自分の求めるものっていうのをね選ぶことができます。頭皮ケアもあるんだ、これ使ってみたいな。こちらあとすごくいいのが、ドラッグストアとかでも手に入れることができます。全国のドラッグストアとかバラエティショップでも売っているので、手に入れやすいところすごくいいと思います。ちなみにこの動画をここまで見てくれた人限定でお安く買えるクーポンがあるので、ぜひ概要欄から URL チェックしてみてください。じゃあ今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。